ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は Amazon から新型の Fire タブレット、Fire HD8 キッズモデルが発表されましたので、スペックやこのキッズモデルだけの特徴などについてご紹介したいと思います。まずはじめにスペックを紹介すると次の表のようになります。参考までにすでに発売されている Fire HD8 のスペックも右側に記載しています。では、今回発売が決定した Fire HD8 キッズモデルのスペックですが、CPU は MediaTek の MT8163VB、RAM が 1.5GB で、ROM は 32GB、ディスプレイは8インチで、解像度は 1280×800 ロット、カメラは背面が200万画素、前面も200万画素、それぞれシングルレンズとなります。バッテリー容量については公表されておらず、OS は Fire OS となります。そしてすでに価格についても発表されています。価格については14,980円となります。基本スペックについては通常の Fire HD8 と基本的に同じになっています。ただ異なるポイントとしては、通常の Fire HD8 は ROM 容量が 16GB のモデルも選択できましたが、キッズモデルについては 32GB だけになっています。また、この基本スペックが同じにもかかわらず、通常の Fire HD8 よりも価格は高くなっています。では、この価格の違いがどこから出ているかということですが、まず最も大きなポイントとしては、子供向けの絵本、それからゲームなどが1年間無料で使えるようになっています。無料で使えるのは絵本やゲームだけではなく、リクルートが提供している子供チャレンジ。この子供チャレンジというのは、子供の各年齢に応じて作られている教育用のコンテンツになります。その他、子供向けのビデオも見放題になります。かなりのコンテンツが1年間無料で使えるようになっていますので、14,980円と通常の Fire HD8 よりも約5,000円高くなっていますが、決してコストパフォーマンスが悪いわけではなそうです。また、このキッズモデルには専用のケースも付属しています。このケースは対衝撃性の高いケースですので、Fire HD8 を落としても壊れにくくなっている上、購入から2年間は壊れた場合も無料で交換してくれる保証サービスも付いているとのことです。ということで、今回は Amazon から発表された新型の Fire タブレット、Fire HD8 キッズモデルについてご紹介しました。なお、この動画の概要欄には、キッズモデル販売ページのリンクを貼っておきます。また、概要欄の方には、現在 Amazon で販売されている人気のタブレット販売ページのリンクも貼っておきます。それぞれ詳細が気になる方は、概要欄の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。